eBay の方なんですけども、まあ、eBay でも物販でも何でもいいんですけども、ブログでも YouTube でも、まあ、1% でもですね、まあ、売れる行動をしましょうっていうのをですね、動画で撮ってきたと思います。まあ、この1っていう数字がめちゃくちゃ大事なんですよっていうことなんですけども、まあ、これちょっと eBay のですね、誰か知らない人のアカウントなんですけど、まあ、このシッピング&ペイメンツっていうところを開いて、で、ここでですね、除外国があるんですけども、いくつかありますよね。除外国っていうのは、例えば、ここにルーマニアとか書いてあるんですけど、ルーマニアの人はこのアカウント、この商品を買えないっていうことなので、除外してるってことなんですよ。っていうことはどういう時に使うかっていうと、日本郵便とかでもそうなんですけど、この国に今は送れないとか、そういった国を除外国にするってことですよね。じゃあそれを逆に考えると、発送できるのに除外国に設定してあると何が起こるかっていうと、めちゃくちゃもったいないと思うんですよ。だからこれがですね、1% でも売れる可能性を下げてる行動になっちゃうんですよ。じゃあこの、まあ、アカウントの方誰かわかんないんですけども、まあ、普通にジャパンとかで調べて、まあ、最初に出てきた商品の、ページになるので、まあ、全然僕のコンサル生とかではないんですけど、まあ、適当に開いたページですね。で、例えばですね、じゃこの郵便局の、ここで見れるんですよ。この国は送れるのかな、送れないかなとか。で、この航空扱いに丸っていうのがついてれば、E パケットとか、スモールパケットとか、小型包装物っていうのが使えるので、ここが丸の国っていうのは、基本的には絶対に丸にした方がいいと思うんですよ。まあ、中国とかを別に除外してもいいかなと思うんですけど、基本的にはでもこの丸がついてる国っていうのは、まあ、発送可能国にした方が僕はいいんじゃないのかなというのは思うので、まあ、例えばですね、このじゃあフィンランドとかを調べると、まあ、ハヒフフェホですよね。で、フィンランド、あ、違う、こっちか。そうすると丸になってたりとか、EMS も送れますよとかですね。ちゃんと丸になってるとこありますよね。で、あとは例えばスペインとか。スペインどうなんだろうなとか。あとスペインで丸になってますよね。E パケットが使えるので、ちゃんとトラッキングナンバーとかつけたりとか、EMS も使えるので、めちゃくちゃもったいないなと僕は思うんですよね。もし意図があって除外してるんだったら、まあそれは、まあ、大きなお世話だよって思うんですけど、もし気づかないまんま除外してたら、それはちょっともったいないかなと思うんですよ。じゃあスペインが除外してるのになんでポルトガルは除外してないのとかになると、やっぱり意図はないのかなって思うので、うん。なので、その 1% でも売れる可能性を下げているのではないかなっていうのはやっぱり思っちゃうんですよね。だからここめちゃくちゃ大事です。その都度変わっていくので。発送が可能とか除外とか、その都度変わっていくので、うん、これはですね、やっぱり月に1回ぐらいは見た方がいいのかなっていうのは思いますね。まあ、売れる行動は除外国。除外国を確認ですね。あとは、売れる可能性を高めるってことで考えると、タイトルですよね。タイトル。タイトルをフルに入れてあげる。なんでフルに入れてあげるかっていうと、人っていうのは検索してその商品、そのサイトにたどり着くんですよ。じゃあ検索されるキーワードの布石っていうのをたくさんタイトルの中に散りばめた方が、何かしらがヒットする可能性、確率が増えますよね。なのでタイトルが、例えば、ドラゴンボールのフィギュアやってる人だったら、ドラゴンボール悟空フィギュア終わりみたいな人と、ドラゴンボール Z、例えば、東映アニメーションフィギュア、ね、バンダイナムコ、孫悟空、ジャパン、ジャパニーズ、まあ、ジャパニーズフロムジャパンで、トイとか人形なので、トイとか、なんですかね、フィギュアとか、あとはなんか一番くじだったら一番くじって入れてあげるとか、じゃあどっちがヒットする可能性高いですかって聞かれた時に、どう考えてもキーワードっていうのを散りばめた方が当たる可能性ってありますよね。なので、タイトルをとにかくフルに入れてあげることっていうのがめちゃくちゃ大事になります。で、あとは次にですね、タイトル入れたら写真です。写真っていうのは、今24枚まで入れられるようになったんでしたっけ？eBay って。まあ、とにかくですね、例えば10万以上入れてあげて、例えば自分が購入する側に立ってください。この人の A という人の出品商品と B という人の商品がいて、クオリティも一緒、評価も一緒、値段も一緒。でも A の人は写真が1枚、B の人が写真は10枚。まあどっちでもいいなと思った時に多分 B から買うと思うんですよ。これが人の行動心理で 1% でも売れる行動。で、例えば出品数をたくさんやるからクオリティはちょっと低くなってもいいやっていう方もいても OK だと思うんですけど、始めたばっかりの方とか、副業で今は eBay しかやってないとか、そういった方に関しては、まあ、とにかくこの辺の 1% でも売れる可能性っていうのを高めることが僕は重要かなって思いますね。で、あとは概要欄を入れてあげることも大事ですね。概要欄も例えば3行書いてある人といろんな注意事項とかいろんなことが20行とか書いてある人だったら、購入した側からしてもたくさん書いてある人の方が安心できると思うんですよね。だからいろんな商品に合う言葉、デフォルトで使える言葉とかってあると思うんですよ。なのでそういった商品を基本的にそういった内容の文章ですね、基本的には作ってあげることっていうのが大事です。綺麗に作ってあげることですね。ちゃんと文字の例えば段落とか文字の大きさとか色とかっていうのもちゃんと決めてあげるとか、こうやって信頼感安心感を 1% でも上げるってことがすごい大事。例えばいつでも質問くださいねとか、それが一言書いてあるだけでも違うじゃないですか。そういうことも大事かなと思います。あと値段付けもですね、大事ですよね。もちろん安すぎず高すぎずみたいな。安すぎたらもう時間だけが取られますよね。高すぎたら全然売れない。でもこれも戦略ですね。薄利多売で僕は儲けるんだっていうことと、商品の出品金額をめちゃくちゃ高くして売れたらラッキー、でも売れないから出品数をかなり増やして全部 高めに表示しとく。でも2個3個売れたら一撃の利益幅が最大化されるから、僕はそれでいいんだ。しかも売れる金額もでかいし、作業も売れまくんないから、片手間でできるみたいな発送作業とかで、前者は例えば500円とか400円でも利益が出ても、とにかく毎日20個30個売れたいんだっていう人と、後者は本当に1つ売れれば1つ3000、4000、5000の利益が出るけど、売れないから出品数を増やすんだ。この2パターンで考えたらいいかなと思いますね。すごいざっくりなんですけど、僕は圧倒的に後者を選びますね。出品金額は高く出しますね。でも最初の方はですね、やっぱり始めるアカウントの状況にもよるので、最初の方は例えばとにかく評価を集めたいとか、アカウントの動きをつけてあげたいとか、そういったこともいいですし、例えば出品数が増えてきたら、これ以上増やしたら例えば梱包とか発送とかやり取りがめんどくさくなるかなって思ったら、例えばじゃあこれから後に出す商品に関してはいつもよりもちょっと高めに出そうとか、そういった戦略で常にですね変わってくると思うんですよ。だから常に自分のアカウントの状況だったりとか、あとは今の世界情勢ですよね。コロナとか送料とかの関係とかもあるので、環境じゃなくて常に変化に対応していくことが大事です。変化に乗る、波に乗る、変化に対応していくってことがすごい大事ですね。で、変化に対応しないと、さっき言ったように 1% でも売れない可能性を高めてしまうので、それめちゃくちゃもったいないですよねってことになるんですよ。そうですね。あとは出品していって背景を合わせてあげるとか、無在庫のアカウントを見ると背景がバラバラですよね。ソファーの上に撮ってある写真とか、畳の上で撮ってある写真とか、もしくは床の上で撮ってある写真、机の上で撮ってある写真とか、テーブルの上とか、わけわかんなくなりますよね。でもしっかりと一貫性を持ったアカウントに関しては、背景がビシッと黒で固めてあって、全部その背景で写真を撮っているみたいな、後ろが白でみたいな、全部その背景で写真を撮ってある。やっぱり購入者側に立った時に、価値のあるアカウントで考えた時に、僕は一貫性があるアカウントの方が価値はあるんじゃないのかなっていうのは思いますね。だからこうやって1% も売れる行動っていうのをもう一回見直すってことが大事です。タイトルもうちょっと直せるんじゃないのかなとか、写真のクオリティでもうちょっといけるんじゃないのかなとか、値段の設定っていうのはもうちょっと安い方がいいかな、高い方がいいかなとか、送料無料にしてみようかな、取ってみようかなとか、概要欄もうちょっと書いてみようとか、そういった形で一つ一つにフォーカスして一つ一つに直せる部分があれば、それをですね常に変化に対応して直していけばいいわけなんですよ。時代の波に乗ったりとか、変化にどんどん対応して、しかもチャレンジしていくってことがすごい大事なんですよ。なのでこの行動めっちゃ大事ですね。ビジネスにおいてすごい大事だと思います。 1% でも売れる行動を、しかも無料でできる。基本商品を売るためには CM であったりとか、チラシであったりとか、広告費っていうのをかけなきゃダメなんですけども、でもこの僕が今言った行動っていうのは全て無料でできると思うんですよね。無料でできるのであれば、やっぱりその行動を見直し、変化に対応するっていうことはですね、もう一回やってみると、またそれがですね月、例えばプラス2個3個4個売れるかもしれないじゃないですか。売れない可能性よりも売れる可能性が高くなる可能性っていうのをやっていけばいいんですよ。しかも無料で、しかもそれは自分の経験になるし、知識になるので、人に教える時にも役に立ちますし、他の例えば eBay 以外もやろうかなっていう時、メルカリの時も役に立ちますよね。写真撮ったり概要欄書いたり、ヤフオクでもそうです。 Amazon でも輸入でも輸出でも無在庫でも有在庫でもそうなんですけども、全てにおいて使えることだと思うんですよね。だからそれを人生において、不用品売りたいなと思った時に、やっぱり人よりも多少高く売れたりとか、早く売れたりとかっていうことができるので、やっぱりそうですね、物販っていうのは僕はすごいいいなと思いますね。人っていうのは物がどんどん増えていくんですよ、絶対に。服でも衣類でも本でも何でも、ゲームでもそうなんですけど、基本的に物は増えていくんですけども、それで物をどんどん減らしていこうってことですね。じゃあちょっと参考にしてみてください。